坊や、左サイド、レオナルドのシャーン、素晴らしい、ここで打開しました FC 岐阜。まあ、その前の3人のこの距離感も良かったですしね、まあ、トラップしてからシュートまでのイメージしっかり持ってましたよね。ここねファーストタッチキュッと足の裏でシュートコースをしっかり作ってね、はい、普通は、まあ、もらってるような感じはしますけどね。まだ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 あるね、はい、レオナルドロシャ抜け出した、クロスヘディング、パンチング、持ってきた、愛媛巻いてきた、決まったFC 岐阜勝ち越しなんですよ。レオナルドロシャのコーナー、はい、これ直接でしょうか。直接ですね、はい、吸い込まれていきました。なんとか触ってかけた、切り込んでレオナルドロシャに出した、シュートまだある、かわしてシュート、決まったFC 岐阜、レオナルドロシャFC 岐阜がついに先制しました、1対0。よく見ましたね、やっぱここのところ一旦も対応されたと思ったんですけど、この後早かったですね、うん、FC 岐阜にとっては今シーズンの初得点です。新加入のレオナルドロシャが縦のボール裏にいきなり入れた、裏へ抜いてレオナルド、ゴールを演出するだけではなくて自らゴールを決めたい北川光也。さあロシャ、ロシャが来ました、シュートはバーを叩いた、ブラジル人の3人が上がってきた、右サイド、エバンドロかわしてシュート、ロシャ、ロシャがそのまま打つ、バーを叩きました、パンチ力ありますし、レオナルド・ロシャ、この人のところにボールが入ると何かが起こる、レオナルド・ロシャカルベ、レオナルド・ロシャシュート、弾いた、こぼれだ、もしかすると狙う可能性ありますね。ロシャグランダーのボール、ともに両チームが点を取り合う展開でしたが、後半はもう岐阜ペースが続いています。残留をかけた大一番、レオミネイロが狙っていく、ありそうです。さあ杉本が前を向く、うまい守備を見せましたレオナルド・ロシャ、そしてゴール前を振る田中達也、奪いました岐阜です。さあなんとか1点をもぎ取りたい、さあロシャが行く、ロシャが行く、ロシャが行く、いいボールですよ、逆にいいところで奪った、4人で攻める、5人で攻める岐阜、田中達也振り返し、さあ前のボール、ゴールキーパー出られない、まずはこのレオナルド・ロシャフリーキック、どのように蹴り込んでくるか、ふわりと浮かせて、もう一回田中落として、チャンスですね、なるほど、レバンドロが走り込んできた、足元、左足は逃げていくボール、で蹴ってくるんじゃないかなという立ち位置ですけど、どうですかね、左足、そうですね、ヘッドは中には2枚、グランダーシュート弾いた、お金、レバンドロ中央へ、レオナルド・ロシャからエヴァンドロへ、いい位置ですね、狙ってきた、ドキ、ね、いやー、いかんせん、この一人ではなかなか仕事をしきることができません。あのボール広さでちょっと下がりますんで、いいパスが通った、いいエリアの中です、ヘディングで落とし合わせて3対1、1人多い状況で勝利を目前にしています。足を出していきますが、中はコールをしています、そしてロシャにボールが入った、サイドを変えていくグランダーのボールで、そうですね、背番号20番が今準備をしているのが、確認できます。ここは目が体を張る、一気に立て、田中達也、最後のワンプレーでドラマを起きるか、前のボール、レオナルド・ロシャ、さあ縦に上がっていく、狙っていく、